にかく先にやって、うん、ある程度の結果と内容を理解することだけでも利益は存在するんだよ、うん。Ladies and gentlemen, welcome to North Village!あぐらかいてたら死ぬぞって、うんうん、って話なんだよね。そうですよね。そう考えるとガクトさんってずっと、まあ、もともと、まあ、僕らが知るようになったのところで言うと、まあ、そもそもミュージシャンから始まって、まあ、テレビとかも出るようになって、うん、でもちろん芸、まあ、僕らのイメージですけど芸能人イコールテレビがすごい重要っていうところからこうでテレビで圧倒的な活躍を今もされてるのに気がついたらいわゆる SNS であったりとかそういったところにもスッとこう注力されたりとかしてるじゃないですか。でもそのスピード的にめちゃくちゃ速いのかって言われると、うん、僕は YouTube をやりだしたのは今年だし、はい、で僕も必要であると認識したから移行したし、うんうん、ただその僕がテレビの世界に固執してないっていう理由は、うん、そのコロナとは全く関係のないところであって、うんうん、僕はテレビの世界に固執をしてその世界で自分がお金を稼ぐっていうことやレコードいわゆる CD だったりとか、うん、音楽だけでお金を稼ぐっていうことだけを考えてたらもうおそらく死んでると思うんだよ。なるほど。精神的にも病んでるだろうしね、うん、僕はそもそも自分の生活スタイルを、うん、その新しいフェーズに入って自分が残りの人生をどうやって過ごすかっていうことを本気で考えよう。でもそれは引退ではなく、うん、新しいライフスタイルの提唱ができるような生き方を自分でやろうって思い始めて、8年前にまずマレーシアに拠点を移して、そうなってからスタッフはそうせざるを得なくなったんだよね。僕に合わせざるを得ない、僕はそうだから。で僕は変われって言っても変わらないから僕がそうするしかなかった。うんうん、それによって強制的にその状況を作った、まあ、今のコロナと同じだよ、はい、僕がその状況を作った無理やりね、うん、そうすると僕のそのペースについてこれない人たちはやめた、うん、でもついてこれる人たちはそのペースで仕事をやらなければいけないんだって認識ができたから、うん、それを組み上げることを必死にやった、うん、っていうだけの話だと思うんだよね。ああじゃあそのガクさんがマレーシアに移住するっていうものに、うん、まあ、そのガクさんのチームで一度その適用を求められたわけじゃないですか、うん、それを経た上での今回のコロナだったんで逆にそこは早かったんじゃないですか。そっからのあのね、僕は思ってる以上に頭すごく硬いんだよ。そうなんですか。うん、硬いだけど、うん、適応能力が高いから、うん、だから最近はその自分 その適応能力に対する柔軟性っていうのがさらにこうスピードアップしてる分だけ、うちのスタッフにもようやくそのスピード感がついてこれるようになったというか、うちのスタッフに対しても僕だけが速くても耳がない、僕が速いイコールスタッフも速くないとガクトが速いにはならないんだよっていうことをようやくできるようになった今のチームなんだよ。なるほど。いかに僕が早かろうがついてくるスタッフが遅かったら結果遅いっていう答えになってしまうんだけども、うんうんうん、それをこの8年で作ったから、うん、っていうだけ。なるほど。じゃあその求められる適応力っていうのは個人だけではなくチームでビジネスをされてる場合はチームで適応力を上げないといけないってことですね。そういうこと、うん、じゃないと結果遅くなるだけだから、うん、結果お前が遅いよねって話になるから。その適応力を上げるっていうのは抑えるポイントってどこなんですかね。例えば IT とかが
こうわーっとなる前に少なくともまず知識がないとその適応しづらいですよね、うん、どういったものがある何ができるようになったのかとか、うん、どう使うのかとかあとは、まあ、その実際やってみるを叶えるじゃないですけど実際それを使ってみるっていう行動力も必要だったりとか、うん、いろんなものがあると思うんですけどその適応力で重要なポイントとかあったら教えてもらえれば今のテクノロジーは基本的にどれが当たるか当たらないかっていうのは分からないんだよ、うん、分からないんだけれどもあの世の中のビジネスには得てして先行利益って呼ばれるものが存在していて、うん、その先行利益っていうのは先にやったもん勝ちっていうものなんだけれども本来これって現実の社会では先にやったもん勝ちよりも後からやった人たちを見て後から参加した方がうまく利益を組み上げるっていう非常に日本人的な考えに沿ったものが多いんだよね、うんうんはいはい、先にやると怪我するから、うん、後からリスクが高いやった方がいいよっていうのが日本人がよく言うことなんだけども、うんはい、SNS やこういうその通信系のものに関して言うと先行利益ってめちゃくちゃ多くて YouTuber とかそういう話ですかも含めて、うん、でその先行利益をそれが当たるかどうかは別としてその先行利益があるっていうことを念頭に置くんであればとにかく先にやって、うん、ある程度の結果と内容を理解することだけでも利益は存在するんだよっていう話なんだよね、うん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 、でそれはリアルな仕事よりもリアルではないいわゆるまあリアルではないというよりもそのリアルな、実業自分たちの体を動かすその実世界の仕事と、うん、この SNS を通したデジタルの仕事で言うんであればデジタルに関して言うとかなり先行利益の比率が高くなるから、うん、だからそこを理解するっていう意味でおいては、日本人には正直向いてないんだよね。日本人の気質的に誰かがうまくいってからやろうっていうその考え方が変わらないとなかなか乗れない。でもそれもさっき言ったその適応力だけどももうデジタルに移行した時代ってずいぶん前の話なわけにもかかわらずいまだに日本人の気質は変わってないっていうところにポイントがあってそれが適応できた人たちがすでに大きな利益を得てるんだよっていうことに気づくべきだよ。あって、うん、なるほど。じゃあまずは気づくってところですね。そうで今からやったら遅いっていうふうにみんな言うかもしれないけど、うん、そうじゃないよって、うん、その考え方がすでに違うんだよって、うんうんうん、今そう思ったんだったら今からやれって話なんだよ、うんうん、あそうか。そうすると今後生まれてくる新たなサービスにその早い一手を打てるということですね。あの先行利益が得られる人たちっていうのは考え方が早い、うん、その先行利益が得られない人たちの考え方っていうのは、うん、今さらそれをやったら遅いから次に新しいものが出てきたらそれやりますっていう人たち、うんうんうん、先行利益に手が届く人たちっていうのは今気づいたから今やる、うんうん、今からでも遅くないって思ってやる人たち、うんうん、そのマインドに変われた人たちっていうのは次に出てくるものに対して早く反応できるから、うんうんうん、でも今もうこれは遅いからもうすでにやったって遅いからっていう人たちは次出てきても気がつかない。いつまでたっても遅いまま、うん、何をやっても遅い人たち変わらない。トレンドに気づけないってことですか。そう変わらない。自分が変わってないから。その自分を変えるっていうのは何が必要なんですかね。思考。思考。うん。なるほど。それ考え方が間違ってるよって話なんだよ。そもそも根本的な思考がずれてるから、いつまで経ってもチャンス手に入んないんだよって。うんうん、本来チャンスっていうのは目の前にあるはずなのに。うん、それをチャンスだと思ってなくて誰かがそれを手に入れて結果を出してからチャンスなんだって言ってると同じ、うんうん、なるほどなるほど。ここでいう思考っていうのはどういうことなんですか。例えば
ビジネスで結果を出すっていう時にはこういう 方法論の話なのか、そもそも全然別の話なのか、ここで言う思考を変えるとか必要となる思考、結果を出すための思考とかっていう、思考を変えるっていうのは非常に難しい。それはなぜかというと本人がそれを求めてるかどうかに大きく関わるから。なるほど。今のじゃあ自分に満足しちゃってたらなかなか変えづらいってことですか。ほぼ変わらない。思考を変えるっていうのは生き方が変わるからね。人間も変わるし、人間ってそんな簡単に変わらない。そうです、ね、結論、うん、で自分が本当に変わりたいと求めている人が、その思考を変える、もしくは新たな思考を手に入れて、こういうことだったのかっていうことが理解した上で、それを行動を伴って体の中に書き換え、アップデートができるんであれば思考は変えられる。アップデートってことですね、うん、まあそもそも思考って何が正解とか合ってないようなものじゃないですか。でもアップデートをさせていくってことなんですかね。何が正解か分かんないじゃないですかっていう答えは、何を求めてるんですかっていう質問にも関わるかな。なるほどなるほど、じゃあそこを明確にまずしないといけないってことですかね。そう、例えばなるほど、ビジネスにおいてとかね、例えばその金銭的なことにおいてとかね、その何をもって成功って言ってますっていう話だと思うんだよ。何にプライオリティを置いてますかってことだと思うんだよ。なるほどなるほど。じゃあお金っていう答えが出てきたら、お金って一言で言いますけど、いくらですか。ほう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 。500億ですか、2000億ですか、50億ですか、1億ですか、2000万ですか。単位によってやり方も違えば、やる方法も違うし、そのやり方も違えば自分の動く方法は明らかに変わるし、それに対する思考も変わる。なるほどなるほど。で金額によっては犠牲にしなければならないものの、その順位、まあ要はプライオリティももちろん変わるし、犠牲にしなければならないことの大きさも変わる。でいくらですかっていう話。じゃあもう数字的にも明確にするってことですね。具体性がなさすぎる全員。そっか、お金持ちになりたいって言ってもそれじゃあ具体的にいくらによってやり方が変わるからっていうことですよね。有名になりたいっていうのと一緒だよね。ごめんなさいと有名ってどういう意味ですかって、何において有名なんですかって。コアマーケットを手に入れる意味での有名ですか、マスマーケットを手に入れるための有名ですか、全然やり方違うよ。そうですね。有名だけで取ったらものすごい残虐な殺人鬼になるだけでも有名になりますもんね。そう。じゃあそのプライオリティを明確にして、それがじゃあ具体的にどこを目指すのかっていう数値的なものも明確にするっていうことですよね。そう、全部数字で表せれるでしょう。ほとんどのものは数値化できるでしょう。なるほど。じゃあ漠然に幸せになりたいっていうんじゃダメっていうことですよね。幸せってじゃあ何をもって幸せなわけ。漠然な人はね全部国語で答えるんだよ。僕がいつも思うことなんだけど、人生においてそのいわゆるその幸せになるとか成功する人たちにおいて、国語的な回答を求めてないから、漠然としすぎてる上に、なんて言ったらいいのかな、明確な目標を立てづらい、で人に何か伝えるときに伝わらない、ビジネスでも本気に目指してるチームの人たちは具体的な数字で予算を目標にして、予算のない仕事って成功すると思う？そうですね、まあ運で取ることはあっても実力で取るってことにはならないですよね。そう、目標値のない仕事ってある？ないよね。そう、どんなプロジェクトでも必ずそこには数字が存在していてっていう、その全て数値化の中でその
自分がやらなければいけないことが明確に分かっていて、うん、で自分のやれる範囲がどれぐらいなのかっていうのもその時点で分かるわけで、うんうんうん、それをごくごく当たり前の話なのにみんな国語で話しすぎ。Don't forget to always walk on the wild side.